名前の由来です。はい、シャッターチャンスやね、これ。確かに。ドゥルルって。はい、除雪アイドルって名乗っているんですけど、はいはい、まあ、実際に冬になったら、まあ、除雪とかもするんですけど、その降り積もる困難を雪に見立てて、どんな困難もかき分けて前に進んで、違う、降り積もる雪を困難に見立てて、どんな困難もかき分けて前に進んで、降り積もる困難って言ったら、ね、待って北陸困難だらけになっちゃうじゃん。はい、まあ、除雪魂を持って私たちね、日々活動しています。はい、まあ、メンバー紹介もいます。はい、自称長い号宣伝アイドルスーミンです。よろしくお願いします。プニホッペ、プニタンです。よろしくお願いします。イエーイ、プニタン。はい、石川県小松、すいません、石川県小松市が生んだギャル、ナチュンこと山本なすきです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、お昼ご飯はペペロンチーノ食べたの、お腹ポコリーノ、土屋ゆきーの。
7日に2周年記念イベントをやるんですけど、それが終わったらもう3周年目に親プリが突入するんですね。で、3周年目はもっともっと上を目指したいと思ってるし、もっともっと大きなステージへみんなを連れて行きたいです。そんな思いを込めて次の曲歌います。君を連れて。Yeah.
さんでやるんですけど、その会場が200人で満員になるんですよ。で、私たちその満員の200人の数をの動員を目標にしているので、もうあの6日と7日は本当にたくさんの人に私たち親プリの2周年を祝ってほしいし、その2日間本当に一緒に楽しい時間を過ごしたいなって思っています。ぜひ来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。